長野です。今日は1ヶ月前に瓶に入れたこの苔たちの様子を見ていきます。今回の結果をまとめると次のようになりました。蚊と属も書いてみて何か法則があるかなと思ったんですが、そんなこともありませんでした。この良好なものを特にもう少し時間の経過を見てみて、しっかり苔本来の姿に育つのか見ていこうと思っています。やっぱり密閉環境は適合するものが少ないという最近結論に達してまいりまして、風通しのいい環境を今後作る工夫をしていくことになると思います。この表は概要欄に URL を貼っておくので、よかったら見てください。でまたですね、おかわりでインターネットのヤフオで買った苔が届いたので4つ追加します。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。